かやってみましょうか。お、あ、いいですね。こんにちは、桑田さんです。今回 MS シャーシ製作講座の第3回目ということでですね、前回プレートの加工をしたんですけども、今回それに乗せていくシャーシの方のね加工もしていきたいと思います。今回のやつね、このプレ機にするので3分割します。で、今からそちらの方のじゃあ加工していきたいと思います。はい、ではまずセンターシャーシなんですけども、今このラインを引いてます。だいたいですね、このギアカバーよりもちょっと手前ぐらい、1ミリから、まあ、0.5 ミリから1ミリぐらい手前を両サイドともね切ります。では切り取っていきたいと思います。スリットの部分でね、これに合わせて最初軽くね毛がくぐらいの感じで、いきなり切ろうとするとずれるんで、でまっすぐにノコが入ったなと思ったら、ね、力入れて切っていきます。ではね、こちらで、切り取れましたので、今からねバリを削り落としていきたいと思います。じゃあ今度はねこちらを、でここですね、ちょっと分かりますか、ここに少し出っ張りがあるんですね、この辺ですね。まあ、ちょっとマジックでなぞったんですけど、この縁に出っ張りがあります。これを削り落としていきましょう。でフロントもリアも両方ともね、この出っ張りの方がありますんで、前後ともにこの出っ張りを削り落としましょう。削りすぎないように気をつけてくださいね。じゃあこれを削っていきたいと思います。ではですね、フロントユニット、リアユニットの方を切ってこの状態にしました。だいたいここのラインはですね、こうつら1ぐらいの感じにしてください。でさっき言ってたこの出っ張りの部分ですね、ここは落とすんですけど、落としすぎないように気をつけてくださいね。ここがこのカバー削れすぎちゃうと、どんどんフラストが抜けていったりとかね、アッパーになったりするので、うまいことこう調整しながら削ってみてください。で次はセンターシャースですね。フロントリア切り落としたら、今度はこの支柱の部分を切り落としていきます。今マーキングをしたんですけども、この4つこうですね、これを切り落としていきます。じゃあこれを切っていきたいと思います。はい、では支柱の部分の受けがね4点切り取れました。ここをカットしたらですね、次です、こちらですね、今黒く塗ってるところが映ってると思うんですけども、ここをカットしていきます。ここは薄刃ニッパーとかよく切れるものでやった方がいいですね。からこう刃を入れます。こんな感じですね、こうやって切っていきます。で大まかにここの部分が切れたら、次はこの横からですね、この横の出っ張りの部分も切ります。ちょっとね、いいニッパー皆さん使ってくださいね。もう安物ニッパーだとこの綺麗に切れないので。はい、じゃあこんな感じでやったら、次はですね、このシャーシの底面を抜いていきたいと思います。ではセンターシャーシの加工なんですけども、まあ、こちらの方はもう加工済みです。このシャーシ底面を全部抜いていく形ですね。で抜く場所としてはなんですけども、この MS シャーシの微妙にエッジが立ってる部分がありますよ。このまず電池部ですね、大体このライン、ちょっと画像では見にくいと思うんですけども、はい、お手持ちにもし MS シャーシセンターシャーシ持ってる方いらっしゃったら見たら分かります。このエッジの部分ですね。でこちらです、このラインが入ってるんですけども、ここのラインをまあつら位置にここも落とします。
ここまで落としますね。でこれもまあ電池が落ちるような形で落としていくんですけれども、目安としてはこの電池をね通してもらった時にこう動くぐらい、ただあまりにもねここ抜きすぎてしまうと電池がパカパカ外に逃げてくるので、あんまり切りすぎないように微調整しながら電池とかをねお手元に持ちながらこちらも加工していってください。まああらかた最初あれですね、リューターとかで落としていただいて、こんな形でね軽量化のができました。では電池ね落としても両方とも取りますね。はい、で以上こんな形でシャーシの方のね加工が完了いたしました。はい、で次はね、こちらのユニットの方にもこちらですね、はい、こちらのユニットの方にも手を加えていきたいと思います。はい、ではですね、センターシャーシですね、あとリアシャーシも加工していくんですけども、リアの方はもうこちら加工しています。ちょっと比べたら分かるんですけども、そうですね、だいたい軸受けの半分ぐらいのところですね、ここをすべて落とします。だいたいこのギアのですね乗っける部分があるんですけども、こことつらい位置になるぐらいのところまで落とします。でここの羽みたいなところがついてるんですけれども、ここはですねこう斜めに、だいたいここから対角状に斜めに落とします。でさらにここですね、出っ張ってるチョボの部分、ここもこうスパンとこう落としてしまいます。でさらに、これ分かります、見えますか、この T みたいなね T 字になってる部分です。これ2つ、これもまたちょぼちょぼあるんですけども、これも切り離してしまいます。で切り離すと、まだね、こういう感じですね。まずここがなくなってる、でここのねこうですね、ここの部分ですね、これがなくなっている。でこれはだいたいこのラインでこの内側の半分のところまでね切り落とすという形になっています。これを前後やってシャーシと組み合わせると、まあフレキになるんじゃないかと思いますので、じゃあまたねこちらの加工もやっていきます。はい、お疲れ様です。というわけでですね、一応一通り全ての加工が終わりましたので、これから組み付けていきたいと思います。果たしてねちゃんと動くか、じゃあ実験してみたいと思います。はい、ではですね、動画の位置のプレート編で作ったこちらのね、いわゆるこう B シャーシと言われるものですね、はい、じゃあこちらの方にカットしたシャーシの方を載せていきたいと思います。で今回のフレキは手法的にですね、リアユニットとフロントユニット、ノーズとリアですね、で逆になるので、それだけご注意ください。だからこのあえて分かりやすいようにバンパーカットはしてません。これちょっとナットをね、貫通さん少し最初力入ります。まずこちら、リアユニットですね。これがいわゆるセンターになります。使うときはバンパーカットしてね、使っていただいたらいいと思います。で、リアになる部分ですね。これも分かりやすいようにしていきます。こんな形でつけていただきます。でこちらにですねスプリングですね、ソフトの黒いバネの方をつけます。スプリングの方をねこうやって入れていきます。でナットあれでしたらこの角の部分は少し落としてもらってもいいんですが、まあ今回はやらずにそのままバネを入れていきます。ちょっとこうねじっていくような感じでこうぐるぐるっと入れていくとね入れやすいんで、でこちらを4つ入れていってください。で次に入れたらこちらですね。でこちらがフロント、こちらがリアになるので、シャーシはこんな形でねセンターは入れます。
で綺麗にこう電池が落ちてるのがお分かりになると思います。ここにプレートがね渡される感じです。このラインと直プレートがね平行になってますね。したら次はですねこちらです。こちらの方を強化ギアカバーですね、これをかぶせます。でここにロックナットで、構造上こちらの方がでねガチッとこう下のナットの部分で止まるようになっているので、ロックナットはしっかりこう最後までね締めていただいて大丈夫です。でこちらでどうでしょう、完成しましたね。動くかやってみましょうか。お、いいですね。こんな感じで、こんな感じですね。ロールもしますね。お、結構ちゃんと動きますね。うん、こちらがフロントになる分ですけど、こちらの動きもぼちぼち良好じゃないでしょうか。で、まあ、バンパレスにするときにですね、ここに、まあ、このね、プレートの格好の意味なんですけども、リアマルチとかをつけたときに、ここがうまいことこう、逃げるようになってますので、この形になってます。もしこの形に加工が難しい場合は、ここがなくて、もう単純に、このコの字型、この C の字でもね、コの字でもいいんですけども、こういう形で切ってもらってもいいと思います。はい、で以上がプレキの作り方になったんですけれども、パート1から、見ていただいた人どうもありがとうございました。でですね、こちらのプレキシャーシの作り方なんですけれども、概要欄に、参考にしたインスタグラムのウェブページの方をちょっと貼らせていただきたいなと思うので、もしよかったらご覧になってください。でどうしてもねこう分からないこととかいろいろ画像の、動画の中でもねあったと思いますので、もしわからないことがあればお気軽にコメント欄の方までコメントいただければ、わかることをどんどん答えていきたいと思いますので、また皆さんねよろしくお願いいたします。じゃあ次回ですね、このフレキシャーシできたので、まあ、こちらにギアとかタイヤとかをつけていってちょっとちゃんとマシンとして完成させていきたいと思いますので、次回マシンのねフレキマシン完成編もよかったらご覧ください。どうもご視聴ありがとうございました。二人で描いた夢は僕が必ず叶えてみせるから、今日も I will go home where you don't wait